なんだこの気持ちは。かいやみの、せーの、かいやみの。楽屋寝てるでしょ。で今日はあのですね、はい、ライトがめちゃめちゃこう当たってまして、はいはい、ありますね。目がしょぼしょぼして非常に眠たくなってきてるんですけど、はい、大丈夫ですか。で大丈夫です、もう元気です。元気、根気、本気です。本気が最後に来ましたね、はい、本気でやりますけど、はい、確かにいつもよりも豪華な照明が替え玉にしては当たっているので、それもよりよく替え広美という大女優をよりよく見せるためにやっぱりライトは必要ですよ。今日メガネかけてるしね、キラーンっていうこういうのも出ますよね。ピンキーさんキラーンっていうのもやってくれるやつですか。これキラーンってやつやってくれるんです。めんどくせーってあのリアちゃんと。さあ今日もめんどくさい海先生がやっちゃいますよ。海、はい、先生の俳句勉強会。いちいちめんどくさいからね。はい、ピンキーさんもうめんどくせーってやめて、全てがキラーンってなってます。やめてくれよっていう毎回私がこれやるたびに今日キラーンってなってる。多分その話、はい、全部カットされちゃう可能性あります。なんでですか、今日じゃあずっとやってよ。じゃあですね、はい、今日はですね、なりきさんからいただきました。ありがとうございます。よくできた、褒め続けると潰れるか。どういうことですかこれ。これはまあそのだから清和さん来た時のその、はい、まあ厳しく言うんじゃなくて、うん、いやほんとうまいね、よくできたねって褒め続けると、はい、そのうち潰れんじゃないかっていう。ああ、ちょっと厳しくやっていかないとってことね。そうそうそう。実際どっちタイプがいい。褒めて伸びるタイプか、はい、注意されて、あ、直していこうって伸びるタイプか。かえひろみという人間はもうどう考えても褒めてもらわないと褒めてもらわないと無理ですね。私は、まあ、怒られたらちょっと嫌だなって思う。あ、もう本当にどん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 小さくなってくる。じゃあもうずっと子供の頃からそんな感じですか。褒められて、その家、親、家族とか学校の先生、家族には褒められなかったんですよ。あ、意外ですね。いつまで経っても。しかもあの3姉妹で一番末っ子なので、はい、1番目2番目と来て、はい、3番目が本当に何もなんて言うんですかね、褒められるようなことをしなかったんですよ。へえ。なんでなんかこう褒められるのはすごい嬉しいんですよね。そういう意味では一切家族に褒められたない気がする。なるほど。学校とかで先生とかに、ひろみちゃんよく頑張ったねとか、通知表とかそういうので、出席率いいねってすごいよね。いやそれまあまあまあいいことはいいことですもんね。出席率で多分ほぼ単位取ってましたね、私は。でなんかこんなことして褒められたとかそんなになく。そうですね。すごく勉強できるねとか。暗記が得意だねって言われました。お、暗記得意だったんですか。暗記すごかったですね。テストの教科書全部覚えてた。教科書全部覚えてたから100点取ったんだよね、英語は。あ、英語か。そう、英語。そう、歴史とかなら僕もすごい暗記得意でしたから、はいはいはい、ノートを丸暗記して、うん、頭の中にノート出して、あ、このここはここだなんて100点近いのは毎回取ってましたけど、暗記も、はい、あ、そっちの暗記ね。英語はだってそんな、英語の問題文章これ来たらこれっていう記号覚えてたんだよね。記号、ノートに書いてます、正解の記号とか。あれじゃないですか、三択問題の、はいはい、いや教科書を全部覚えて、あ、ウェアって来たらウだなっていうで、ウで覚えて。いや、あんまりイメージできないんですけど英語や数学を丸暗記するっていうその感覚がよくわかんないですけど英語はよくやってましたね。結構ほんと、歴史とかそういうのはダメなの、はい、同じ暗記じゃないですか。一応日本史専攻だったんですよね、はい、その先生には当時なんだったっけな、アイドル雑誌みたいの持ってって、はいはい、取り上げられて怒られてましたよ。いや全然暗記と関係ないところですそういうイメージがありましたね。なるほど。じゃあ、うん、そんな歴史の先生とかとうまくいってなかったのに、はい、今歴ドルとして。そうですね、やっぱ今あの先生がいたから厳しくやられてたから、あの歴ドルとなってるの。じゃあやっぱり自分で歴ドルっていうのがすごい心が重いんですけど大丈夫ですかこれ。戦国なんとかなんですよね、小早川さんなんですよ、ね、戦国武将隊、武将隊、巴組っていうやってるんですけど、はい、私も新聞見てびっくりしました、はい、あれ私歴ドルになってるんだってでも歴史好きですもんね、神社仏閣とか。まあそうですね、日本戦国だったし、はい、まあそんな中ですね、じゃあ今日はじゃあ、続けるで一句、続ける、はい、でお願いします。はい、続けるの、私はこの仕事
続けてる。ありがとうございます。あの人生で何かやり始めてから一番続いたのはもしかしてこの甲斐宏美の活動かもしれないです。それは仕事にしてますからね。なかなか、はい、あのなかなかそのかなんて言うんだろう、続ける長年続けてるってもうほぼ人生の半分甲斐宏美で過ごしてるもんなので、だから甲斐宏美っていうのがすごい続いてるなって。あれ12歳から甲斐宏美ですか？芸能活動そんな子役上がりでしたっけ？人生の半分甲斐宏美って19か20じゃあまだ3、4年ですけど半分にも満たってないです。まあ24歳ですよね。24歳になりました。その中の4年、5年、3、4、5年ですもんね。すごい人生半分じゃない、人生の半分続いて半分なら12歳からスタートしてことありますけど、誰かに怒られそう、人生甘く見るだよって。瀬山さんいたら、だって瀬山さんだって20年ぐらいやってるでしょ。だそう、四郎さんもそれぐらいじゃないですか。だってね、カイちゃんとほぼどう、ね、生まれたら変わんないぐらい。人生甘く見るなよってすごい言われる気がして今怖かったです。まあでもそれも含めてカイちゃんの魅力ですから。うわーいはい、それでやっぱ褒めて伸ばさないと。そうなんですよ、はい、褒めれてもらえると何もかも自由になれる、心が。皆さんいつも替え玉に込めてありがとうございます。感謝の気持ちを込めてやっていきたいと思います。それではみんな、あれ、テレトモくんがいない。